お疲れさん。ダンジョン探索にトレジャーハント、たまにはああいう王道な趣向も悪くなかっただろう。やはりお前の仕業か。ずいぶん面倒なお遊びに付き合わせるじゃん。少しは障害がないと君らだって楽しくないだろう。道化師ならではのお茶目なサービスとでも思ってほしいな。全然嬉しくありません。それにしても君、とても結社なんかにいるような年には見えないんだけど。そのあたりはレンちゃんと同じような感じなのかしら。彼女と違って見た目通りの年じゃないけどね。そうそう、クロスベルの独立無効宣言は拝聴させてもらったよ。なかなか興味深かったけど、かなり茨の道じゃないかな。覚悟の上だ。たとえ茨の道であろうと、踏み越えなくてはならない時というものはあるわ。まあいいか、クロスベルがどうなろうと僕の使命からは外れている。その意味ではとっとと撤退してもいいんだけど、最後にとっておきのショーを披露させてもらおうかな。これは現実、いえ特殊な異想空間の展開。魔術的な結界に取り込むつもりか。ここは足場が悪いから、もう少し広い場所に案内するよ。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ、いざ尋常に勝負なんてね。とっておきのショーを見せてあげるよ。絶対に負けられない。さあ行くぞ。エルグマ、駆動。私の番です。エルグマ、駆動。僕の番か。エニグマクルー、立ち止め。はっ。さてと、エニグマクルー。やっ。
くの段か。慣れないことはあんまりするもんじゃないね。どうだ、僕たちの勝ちってことでいいのかな。依存はないよ。まあ鋼の聖女相手に勝てるとはとても思えないけど。余計なお世話だっつーの。これにて僕はクロスベルを去らせてもらうよ。人に作られし至宝の行方、本当はもう少し見届けたかったけど。天元計画、今度はエレボニアの方をめちゃくちゃにするつもり。全ては偉大なるマスターの意志によるものだが、答えを出すのはいつだって運命の中にある人の子たちさ。それは君たちも同じだよ。何？答えを出す。運が良ければまた会おう。果たして君たちはどんな答えを出したのか、ぜひ聞かせておくれよ。ぶりなことを。私たちが答えを出す。うん、まあとりあえず金の共鳴を止めてしまおうか。そうだな、ランディ手伝って。私も手伝います。